メキシコ地震は1985年9月19日にメキシコで発生した地震である。震源地はラス、メキシコシティでの長周期地震動による被害が注目された地震でもあった。メキシコの太平洋側ではココスプレートが北アメリカプレートに沈み込んでいるが、道は関周沖では長期間にわたり大規模な地震があまり発生していなかったことから、 地震空白域として知られていた。1985年以前の20世紀ではこの地震空白域外でマグニチュード7.0以上の地震が42回発生している。メキシコ地震は主に4つの地震で構成され、1985年5月28日に全震の M5.2 の地震が発生し、9月19日に本震の M8.0 の地震が発生した。 その後、9月20日に M7.5 と1986年4月30日に M7.0 の余震が発生した。特に本震は2つのイベントで構成される。最初にバルサス川川口沖で岩盤の破壊が始まり、その26秒後にも岩盤の破壊が起きた。破壊が複数の断層にわたったため長いイベントとして捉えられ、揺れはロサンゼルスやヒューストンでも感じられた。 断層は約3メートルずれたと推定される。震源から約350キロメートル離れた首都メキシコシティにも約1分半後に地震波が到達し、平均で3から4分揺れた。地震で倒壊したメキシコシティのアパートこの地震では、震源地に近い場所でも被害があったが、震源から三百キロメートル以上離れたメキシコシティでの被害が大きかった。メキシコシティは、 テスコココを埋め立てたところに立地していることから、深さ7メートルから307メートルは水分を多く、含む軟弱な地盤である一方で、かつての固定が硬い地盤であるため、地震波の反射と増幅により、長周期地震動が発生し液状化現象が起きた。かつての固定は、周期が約2.5秒の地震波と一致するような形状をしていたため、この地震の地震波と共鳴を起こした。 これらの現象は特に遠くからやってきた地震波に見られる。さらに、長周期地震動と建物が揺れる振動が一致して、共振を起こし、病院などの公共施設を含む多くのビルがパンケーキ崩壊を起こし、倒壊した。最も高い全壊率を示していたのは14階建てのビルで、固有周期が1.4秒ぐらいのビルが、周期 約2秒前後の長周期地震動の影響を一番受けやすかったとされている。なお、当時は倒壊の原因は建築基準の甘さが原因とされており、長周期振動が原因と判明したのは近年になってからのことである。A.B. ユスグス、ヒストリックアースコーウェイクスミチョアコン。メキシコ1985セプテンバー1913時17分47秒。アトックハットユスグス。 ニック、アースクエクサーチリザルツ、リヒターマグニチュードは8.1メキシコ地震の、長周期地震動、NHK2015 年2月27日、https コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hla イコール2017920から0001000、アフプブヌースブ INT。ありがとうございます。